はいどうも、ゴーのゴーゴー TV です。今回はこちら、ついに遊ぶ時がやってまいりました。コンプリートセレクションモディフィケーションファイズギア。こちらを使って一通りの遊び方をやってみたいと思います。いやもう皆さん見ましたか？仮面ライダージオの第6話。ちょっとまあ残念だったのは、仮面ライダーファイズの乾匠と日下正人の変身がなかったのはちょっと残念でしたけども、いやでも、ゲイツのファイズダンはめっちゃかっこよかったですね。しかもファイズフォンテンがああいう感じで使われるんだなっていうのもちょっとびっくりしましたね。まあ、もしかしたらですけど、連動する可能性もあるんで、ちょっとやってみたいと思いますね。はい。ということで、開封していきたいと思います。はい。では、開封していきましょう。まあ、開封は、ちょっと買ってきました動画の時にやっておりますんで、まあ、ざっといきましょうか。はい。ということで、おー、いいね。ご登場。はい。ということで、ご登場いたしました。はい、では、どちらからだったかな。こっちが多分、このいろいろなもんが入ってますんで、こっちが多分ドライバーなはずなんで、まずこちらから行きましょうか。スタンディングバイ。いいっすね。さあ。おお、いいですね。前回は本当に開封しただけで、僕手に取って見てないんで、これは楽しみですね。はい、ということで、とりあえずこちらが、ファイズドライバー側になりますね。こんな感じ。いやー2週間ぐらい待ちましたね、触るまでに。はい。でまあ一応こちら後でまた取り出したいと思います。で次がこちらですね、クリムゾンスマッシュということで、こちらが、まあ、付属品というか、まあ、ギアの部分っていう言い方もおかしいかもしれないですけど、この辺のファイズポインターとかファイズショットとか、あの辺が入ったものになっております。さあでは行きましょう。でちなみに僕はこれセット売りで買ったんですけども、セット売りされてたファイズアクセルの方はまた別の動画でアクセルはアクセルでやりたいと思っております。はい。ということでこんな感じですね。ファイズポインターと、これが多分足につけるレッグホルダーで、これがファイズショットのホルダーでファイズショットという感じになっております。はい。では取り出していきましょう。はい。ということで付属品を取り出しました。こんな感じになっております。もう机の上がごちゃごちゃになっておりますが、とりあえずまあ一つずついきましょうか。まあとりあえずこちらがベルトですね。こちらがベルトなんですけども、こちらが、もうなんか電池入ってたんですよね、初めから。こちら電源をオンにしますと、こういった感じで光りますね。こんな感じになっております。まあ、結構こう、本当に、劇中っぽいような感じのモールドとかもされておりまして、まあ、この辺の細かい説明はあまりいいとは思うんですけど、まあ、こんな感じになっておりますね。で、こちらに電源がありますという感じですね。この辺あんま紹介するにあるんかなって感じはするんですけども、今更感が満載なんですよね。で、まあ、こちらがファイズフォンですね。こんな感じで、まあ、ミッションメモリに抜けたりとかもしますね。はい。で、まあ、こんな感じになっておりますと。今一応電源も入れれるんで、電源入れて、まあ、こんな感じで発光するって感じですね。まあ、こちらはまた後で見ていきましょう、細かく。で、次が、ファイズショット。こんな感じ。なんか当時のこういうデジカメ的な感じになっておりますね。こんな感じ。今こんな感じですね。もう普通に電源入っとるかな。はい、こんな感じですね。発光します。こんな感じ。今こんな感じで押せば発光する感じになりますね。はい。もうなんかほぼ紹介終わってますね。で、こちらがこのファイズショットを入れておくホルダーになりますね。一応横につけれるような感じにもなっております。で、こちらが、ファイズポインターですね。クリムゾンスマッシュを打つときに使われるやつですね。こちらも電池入っておりますんで、こんな感じでピコーって音が鳴ります。はい、こんな感じで発光しますね。ちょっと壁に向けても見えてるかな。見えてるかな。はい、こんな感じで、まあ、一応このファイの文字が出ますね。こちら一応ミッションメモリ挿した時に、まあ、こういう感じで出てくる感じになりますね。はい、こんな感じになっております。で、こちらですね。こちらが、そのファイズポインターを足に刺す、このレッグホルダーですね。が入っております。で、あとは、こちらが、このファイズポインターと、この
ファイズショットを引っ掛けておくこのサイド、このベルト止めというか、まあ、サイドバックルかな、サイドバックルになりますね。でこちらがベルト止めという感じになっております。はい、とりあえずまあ一通り紹介はこんな感じになっておりますので、まずはファイズフォンの方から見ていきましょうか。はい、ではファイズフォンを見ていきましょう。まずは電源を入れて、はい、こんな感じになっております。で、まあ、開いて、まあ、一応こちらにこのいろんなコードが書かれておりますが、まあ、やってみましょうか。まあ、じゃあまずは変身コード、まあ、本来はベルトに刺すんですけど、こちらにピンがありますので、こちらを押すと、はい、こんな感じで変身できます。はい、では次はこちらを開けて、このフォンブラスター状態にしまして、これで103でエンター。でもここのちょうどここの部分が光ったんで、これでトリガーを押すと銃撃音が鳴る感じですね。あれあれおかしいな、ならないですね。これもしかして壊れてるんじゃないですかちゃんと段階踏んでますもんね。うん、間違ってないですね。フォンブラスターに変形させておきますと、103エンター入力、入力するとシングルモードって音声が鳴り、で画面の103が発光します、発光しました。でトリガーを引くと銃撃音単発が鳴り、銃口と LEDA が光ります。なんでここと多分ここが光るはずなんですけど、全然光ってないですね。うわうわ、これダメですね、壊れてますね。中古で買うときこんな、なんかトリガー壊れてます的な表記一切なかったんですけどね。うん、動作確認し忘れしてない、もしかしていや、これ結構笑い事じゃないこと起きましたね。僕の動画では多分2年ぐらいやってますけど、これは初めてですね、こういうガチ壊れ品っていうのかな笑えない、これは笑えないこれはマジで笑えんな。うん、まあでもしゃあないっすね。もう中古品ですから返品できませんし、うん、でかといって今からこれもう発売して2年以上も経ってるものにバンダイさんに問い合わせしたところで、遊んでて壊れたんでじゃないですかって言われたらそれまでですからね。なんで壊れたかって原因がわからないんで、まあこれは泣き寝入りか。うん、まあしゃあないですね。まあ諦めましょうということで、まあこの銃撃音的な音声は聞くことできません、ね、トリガー使った系の音声も聞くことできませんが、まあとりあえず一応103手をしたら、まあシングルモードってなって、であとは一応こちらに表記がありますけども、106で、バーストモードですね。106でバーストモード、バーストモード、これ奇跡的にならんか。うん、ダメですね、なりませんねああそうですか。で次がチャージですね。チャージで、チャージは279ですね。エンターチャージ、チャージ、あ、そうか、弾チャージしないで出ないんですねって思いたいです。うん、関係ないですねもう根本的にこれ多分トリガーが壊れてますね、おそらく。はい、はい、ということで銃撃音関係はまあダメですね。じゃあ、まあ、とりあえずちょっとシングルモードにして、まあせっかくなんでこちらのファイズフォン10で音声鳴らしましょうか。まあちょっとそんなような感じの気にしなりましょうか。まあおそらくこんな感じの音声が鳴ると思います。はい、もうそんなキーしかならないですね。はい、で次は106エンター、バーストモード、バーストモードということで、まあおそらく、ね、これでまあ音声だけ楽しみましょう。はい、こんな感じになっております。でこちらはあの無限打ち放題なんで弾切れとかはありませんまあ音だけならまあこういった感じでもうファイズフォン10と並べて打てばなんかそんな気になれますね。はい、ということで
ものすごい大外れ品を引きましたね。大外れ品を引いたのか、まあそもそも壊れてたのかわからないんですけども、はい、という感じになっております。まあとりあえず、このフォームブラスター状態で遊び方はこんな感じですね。まあとりあえず、コードの入力はできます。はい、で次は、セリフ遊びとか、まあ、そこら辺の音声遊び的なことをやっていきたいと思うんですけども、まあ、こちらはまた別の動画で全音声を鳴らしたいと思いますんで、まあ、主要なもんだけやっていきたいと思います。はい、では最初いきましょうか。まず初めは0から9プラスコールなんで、まあ、0から、まあ、9までのボタンのどれでもいいんで、まあ、別に5とかでもいいんで5でコールを押せば。はい、こんな感じでコネクショニングの音声が流れます。で次がオートバジン関連なんですけども、オートバジン関連いきましょうか。5814エンタ。はい、こんな感じになっております。で次がジェットスライダー関連の音声ですね。3814エンタ。こんな感じになっております。で次が、乾匠のセリフ音声ですね。やっていきましょう。まずは、じゃあ一番シンプルなやつ。002コール。変身。で次が004コール。おー、いいですね。で次が。人に裏切られるのが怖いんじゃない。俺が人を裏切るのが怖いんだ。はい、こんな感じの音声が入っております。まあこちらは先ほども言いましたけど、また別の動画でこの音声集的なものを作りたいと思いますんで、まああとはせっかくなんで一番有名なセリフをいきましょうか。まあ、これですよ。もっと乾匠と言ったらこのセリフみたいな。おい、知ってるか。夢を持つとな、時々すっごい切なくなるが、時々すっごい熱くなるらしいぜ。俺には夢はない。でもな、夢を守ることはできる。はい、まあ、やっぱり、まあ、乾匠と言ったらこのセリフか、あともう一つありますね。と、これですね。俺は戦う。人間として。あいつとして。はい、僕はまあこの2つのセリフがものすごい印象的ではありますね。はい、こんな感じになっております。まあ、とりあえずファイズフォンを使っての遊びはこんな感じになっておりますね。では他のものも使って遊んでみましょう。はい、では次はこちらのファイズショットを使って遊んでいきましょう。こちらはこういう感じで、まあ、ホルダーから取って、で、まあ、ここを押すとこういう感じで展開するっていう感じになりますね。まあ、一応ミッションメモリさせたら展開されるんですけど、一応まあここを押せば、まあ、こういう感じで押されたことになって展開する感じになりますね。なるほど、こんな感じですね。まあ、一応こちら電源入っておりませんので何もなりませんが、電源を入れると、はい、こんな感じで発光します。で、まあ、このメニューボタンとかダミーボタンなんで、これは特に押しても何もなりません。で一応まあこういう感じで覗き込むことができますが、本物のカメラみたいな感じではなく、本当に覗き込むだけって感じになっております。で一応ここがシャッターになってるんで、ここを押しますと、まあ、こういう感じで一応発光する感じですね。ちょっとあんまり正面向けると危なそうなんで、ちょっと斜め向けますが、まあ、こういう感じで、ここが発光するだけで、まあ、こういう感じで、まあ、写真撮れましたよ的な感じのシャッター音が鳴りますね。で、一応こちら展開して、こちら、ナックルモードに今変形したんですけども、この状態ではこういう感じでシャッター音が鳴るだけなんですけども、一応変身状態でファイズボンの方のエンターボタンをパッと押しますと、エキシードチャージの音声が流れて、まあ、その状態で、ミッションメモリーをこちらに差し込めば、一応グランインパクトを打つことができるんで、またそちらは後でやってみたいと思います。一応まあファイズショットこんな感じになります。はい、では次はファイズポインターですね。電源がこちらにありますんで、こちらに電源をオンにしましょうか。一応これ光るらしいんで、こんな感じで光るんですよね。で、こんな感じでファイのマークも出ますね。マークというか、まあ文字が出ますね。一応こちらにもボタンがありますんで、このボタンを押してもちゃんとこういう感じで、このファイの文字が出てきますね。結構どれぐらいの 距離がいいんかなって感じ。
感じですけど、まあこんな感じかな。これぐらいの距離でやればこんな感じで映し出されますね。で、一応こちらもミッションメモリーをさせば、まあ、こういう感じで展開されますね。まあこういう感じで、まあ一緒な感じになります。で、まあこちらも先ほどのファイズショットと同様、ファイズフォンの方で変身後にエンターボタンを押せばエクシードチャージの音声が流れて、こちらにミッションメモリーを差し込むことでクリムゾンスマッシュを放つことができます。またそれも後でやってみたいと思います。まあ、とりあえずファイズポインターはそんな感じですね。で、一応こちら、先ほどありましたこのレッグホルダーですね、まあ、こちらにこう差し込んで、まあ、こういう感じで足につけておくこともできます。うん、これはいいですね。こんな感じになっております。はい、ではいよいよ変身遊びをやっていきましょう。では行きましょうかでは行きましょう。ではせっかくなんで、あのセリフを流しましょう。おい、知ってるか、夢を持つとな、時々すっごい切なくなるが、時々すっごい熱くなるらしいぜ。俺には夢はない。でもな、夢を守ることはできる。いいですねいや、これがやりたかったんですよね。はい、ということで変身いたしました。で、ちなみにこちら変身解除音的なものは入ってないんですよね。解除ギアの方は入ってたんですけども、うん、変身解除音的なものは入ってないんですよね。まあ、ちょっとそれがちょっと一時期言われてたんですけども、変身解除音入ってないのちょっと残念やなみたいなこと言われてたんですけども、入っておりませんね。で、ちなみに先ほどセリフ鳴らした後にもうすぐ変身でやったんですけども、これも待機状態やったら変身っていう音声入れれないんですよね。最近の CSM はそういう待機音の時でも変身っていう風に音声流すことできるんですけども、これは多分流せないはずなんですよね。確か解除ギアの時はこの鳥が押せば、なんか草賀さんが変身って言ったんですけども、まあ、そもそもこれが今このトリガーが効かないんで、もしかしたら、まあ、鳥が押せば鳴るのかもしれないですけど、説明書にそういう表記はおそらくなかったと思うんで、まあ、そういうことができないんですよね。うん、ちょっと残念ですね、そういうのが。はい、まあ、今CSM はそういった面は改善されておりますんで、まあいいんじゃないかなと思います。ではせっかくなんでもう一回やりましょう。いいですねやっぱりこの変身も好きやわ。はい、という感じになっております。ではせっかくなんで次はグランインパクトとかクリムゾンスマッシュとか、そちらをやっていきましょうか。そちらの方の遊び方やっていきましょう。はい、ではグランインパクトやっていきましょう。こちらのファイズショットを取り出して、電源入れて、でまずとりあえずこちらのミッションメモリーを抜きまして、でこちらのこのファイズショットのに差し込みます。でレディの音声が鳴ったら、こちらのファイズフォン開いてエンター。お、いいですね。これで通信音が流れておりますんで、この状態でこちらを押すと、はい、これでグランインパクト決まりましたねはい、こんな感じですね。ですので、まあ、一連の流れをやりますと、まあ、一回こちら差し込んで、抜いて、刺す、レディとなる、開く、エンター押す、という感じの流れになっております。いや、これは本当に当時すごいなと思ったんですよね。他の方の動画見てて赤外線通信かみたいな感じですごいなと思って見ておりました。こんな感じになっております。はい、では次はクリムゾンスマッシュやっていきましょう。まずはファイズポインターを外しまして、電源オンにしたらミッションメモリーを外してこちらに挿します。で、挿すと展開しますね。はい、こんな感じで展開しまして、レディという音声が鳴りましたんで、とりあえずこちらのレッグホルダーに差し込んで
で今度はこちらファイズフォンを開いて先ほど同様エンターを押します。こんな感じで、はい、こんな感じになっております。いや、かっこいいですねじゃあせっかくなんでもう一回やっていきましょうか。もうちょっとこの状態からいきますが、まあ、とりあえずミッションメモリーをこちらに差し込んでレディーの音声が鳴ったんでエンターを押してエクシードチャージ。はい、こんな感じになっております。いやー、かっこいいですね。本当にクリムゾンスマッシュ、はい、こんな感じになっております。はい、ということで、まあ、ファイズギアを使っての人通り遊びはこんな感じなんですけども、本日仮面ライダージオの第6話で仮面ライダーゲイツファイズアーマーがやってた遊びなんかもせっかくファイズフォンテンがあるんでやってみたいと思います。確かあちらはこのファイズフォンテンを使って5を3回押して、ってやるとこのファイズショットが登場して、まあ、なんかグランインパクトっていう技名でいいのか、まあ、別の技名なんかわからないですけど、まあ、こんな感じでなんかやってましたね。まあ、工程は全然違うんですけども、まあ、こんなようなもんですね。まあ、一応先ほどのあの5を3回押してのあのショットオンっていった状態でもうこのグランインパクト発動状態になってたんですけども、まあなんかそういう遊び方というか、まあそういう感じの技の出し方をしていましたね。でちなみに、まあこういう感じでポインターオンっていったら、まあこちらが登場して、まあこんな感じで、仮面ライダーゲイツのファイズアーマーはこのような感じで必殺技を発動させておりました。ですので、まあ、一応こちらのファイズフォンテンとも連動させるとこんな感じになりますね。ただまあさすがにそこまでの連動遊びはできませんねこちらであの先ほどみたいな感じで、うん、この状態でこれであのガチで連動したらもうこれ神玩具化しますからねCSM のファイズギア持ってる方からしたらものすごい神玩具化してしまうんでそこまではないですけど、まあちょっとこういう感じでちょっとしたなりきり遊びもこのファイズフォンテンがあればやれるんじゃないかなと思います。はい、最後なんですけども、最後はファイズフォンをフォンブラスター状態にしてこちらのファイズポインターをつけることができるんで、そちらもやっていきましょう。これ取り外して、でとりあえずこれをフォンブラスター状態にしまして、でこちらを取り外して、で、まあ、こういう感じですね。こういう感じにしてこの状態でこうですね。こうすると、まあ、こちらに一応ポインターを差し込むことができるんで、こちらをこういう感じにして一応まあ展開しておきましょうか。でこれをこうすれば一応まあこういう感じで武装状態のフォンブラスターができますねもうこれめっちゃ残念ですね。本当に悔やまれますね。これだけは悔やまれるんですけども、まあ、本来であれば、まあ、こうシングルモードとか言って、まあ、こういう感じで、まあ、音だけになっちゃうんですけども、まあ、こういう感じで楽しむこともできますね。まあ、一応ここのボタンを押せば、まあ、こういう感じで、こういう感じですね。僕の手が僕の手にピンと合ってますね、はい、こんな感じで、はい、こういう感じで遊ぶこともできるんですけども、音が何せならないのがちょっと残念ですねはい、一応まあこのような感じの遊び方もできるということをお伝えしておきたいと思います。はい、ということで今回は仮面ライダーファイズの CSM ファイズギアを使って一通りの遊びをやってまいりました。
いや、ちょっとまあショッキングなこともありましたけど、まあ中古での値段を考えて まあなんかそう考えると、まあそんなもんだったんかなって思うんですけども、まさかトリガーが効かないっていう 事態がありましたけども、まあそれ以外特に問題なく動作はできたんで、まあ良かったと思います。まあ一応中古で買うときに動作不良とかはありませんって言われたんですけど、バリバリ動作不良ありましたけどね これもまあ一種の動作不良だとは思うんですけども、まあとりあえずその他はちゃんと問題なく聞けましたし、まあ問題なく遊ぶこともできたんで、まあ良かったなと思っております。まあファイズの変身を僕めっちゃ好きなんで、いや、もうそれができただけでも大満足ではあります。で、まあ一応こちらの CSM ファイズギアと、あとまあファイズフォン10なんかあれば、まあ仮面ライダーゲイツファイズアーマーのなりきりっぽいようなこともできるんで、まあそういった点でも結構面白いんじゃないかなとは思いますね。はい。ということで、一応まあ次の動画なんですけども、まあこちらのファイズフォンの方に収録されている音声遊びをやるか、まあこちらのファイズアクセルとの連打遊びをやるか、まあちょっと悩んでるところではあるんですけども、まあいずれにせよどちらも動画でき次第アップしていきたいと思っておりますんで、そちらもよろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。